ナオチンです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は超火力のティーチを使っていきたいと思います。いくぞ。俺の時代だ。それではいきましょう。 HP 減らしますね。やっぱり起死回生の力が入ってないとめちゃくちゃ早くはいけないんだよな。大体どこら辺まで減らせば、最大攻撃力が出るのかっていうのがちょっと分かってないところですよね。でも多分多いか、赤になったちょうどぐらいがベストなのかな。赤を減らしすぎてもそこまでね火力は変わりそうにないんで、オッケーオッケーオッケー、もうちょっと減らす。ちょっと待って、同時にいてくれた方がやりやすいんだけど、ちょっと待って待って、全然減らしてない。オッケー、もういいか、こんぐらいで倒せるぐらいあればいいや。基本チャージ4で貯めます。一気に貯まるっていうのがいいよね。でさらに引き寄せる、これが重要。いける。おーしよ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 し、オッケー。いやいやいや、さすがの火力だね、さすがの火力。いけるか。はい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 、強い強い強い。やっぱ火力はもうほんと最高よ。減らさずともいけるんじゃないこれ。どう、あーやっぱ若干減らさないと倒せないか。いやいや、それはあれよ、 HP がまだ黄色だっていうところよ。うん、これが赤になってしまえば問題ないはずだもん。 OK、 いくぞ。どうだ、3体同時、しかもヒーローの力は入ってなかったからね。ヒーローの力なしでそれは素晴らしい。でやっぱこのねゲージの溜まり方よね、マジで一気に溜まるのですっごい楽。 OK、 ヒーローの力入ってる間に倒したい。やばい、無理か、切れるなこれ。オッケー、前の正義を見せてもらう。いけるか、最強だ。おーし、3体同時、全然 HP 黄色でいけるね。うん、赤にならないと無理かなと思いきや、こいつの火力だったら全然大丈夫。オッケー、ヒーローの力も入ってる。おっしゃー、すげえ、マジで一気に倒せる、一気に倒せるし一気に貯めれる。この範囲だもんな。正義は滅びんぞ。これはね卑怯だ。この範囲はよし、でこんだけ一気に倒せるんで、範囲ひどいからヒーローの力もものすげえ発動する。よし、ここも黒ひげまでは一気に進めていきたいところ。あぶね、あー無理か、ヒーローの力なくなった。あー片栗倒した、後ろにいたのに。 OK、 いいね、ちょっと待って、回復は取んなよ。よし、カイドウとジャック一緒に行きたい。生かしておかねえ、いけるか。おっしゃ、ちょっと強すぎでしょ。やっぱねこの範囲よね、ピーチのいいところは引き寄せと範囲と、あとゲージの溜まり方えぐすぎる。おいおいおい、いや待って、これいけるぞ、この先まで。ちょっと待って、サボいるし、サボが来てる、ちょうどいい。1000人も倒
してしまうと。岩ちゃん倒しきれてない。最悪の世代の人気にも納得だ。オッケーオッケー。やばいじゃないよ。よし、こっちに行ったらちょうど来るでしょう。短縮か。オッケー、行くぞ。暴力に頼ってるやつほど。危ねえ危ねえ危ねえ。こいつは危ねえからね。そうだ。よし、あれ、岩ちゃんいない。イワンコフどこ？そっちかい。変なとこにいる。でもおしまいだ。楽勝すぎ。あー、もう近くにいたかった。オッケー、まあまあ貯めていこう。溜まってねえし。オッケーオッケー、いいよいいよ。あっちで貯めても大丈夫でしょう。うん、ちょうどヒーローの力もね発動させれると思うので。間に合い、ナイス。いくぞ。おお、めっちゃいる。でもヒーローの力は、でもサボ倒したのはでかい。一番めんどくさいサボを倒せた。うわー、これ絶対いける。これで終わるわ。やーべえ、やっぱりスキルでむちゃくちゃ強くなってますね。はい、ということで6分15秒75、今回最初の HP 減らすところがかなり時間かかっちゃったんで、あそこをスムーズにできたとすれば、まあ5分台間違いないでしょう。うん、火力がね上がりすぎてる。前も強かったんだけども、あの獅子粉塵と昇破か、あの2つでねマジでね強くなりすぎてるんですよね。はい、ということで今日はティーチでした。